新華家は日本の演歌歌手である。本名、志村美恵。東京都新宿区出身。所属事務所は志村音楽事務所。新大久保の靴屋の第二子として生まれる。高校は、聖華学園高等学校。先輩には、三空ひばり、星ゆり子がいる。高校卒業後、マックスファクターに入社。数年で同社を退社し、神奈川県川崎市にカラオケパブ。 マミーブルーを開業する。1983年素人時代に当時、売り出し中のアイドル演歌歌手、柳沢淳子の冠番組、淳子のカラオケ道場というカラオケ勝ち抜き番組に出場し、グランドチャンピオン獲得。その時の審査委員長である、石坂正夫に認められ、あなたのためなら、愛のブルースをリリースする。1987年テレビ出演を果たし、 グランドチャンピオンを獲得したことが話題となり、芸名、三重優子として、相手酒、花麹音頭、を、キングレコードよりリリースし、歌手デビューを果たす。ちなみに、相手酒の作詞は、三重優子本人によるもの。演歌シンガーソングライターとしての才能も覗かせる。デビューお披露目会場は、高輪プリンスホテルにて行われビッグバンドや踊り子、そして特別ゲストには、 梅宮達夫を迎え入れた。1988年芸名を、葉月優子と改名し、プロデビュー第2弾、シングル、乱れし味線冬そして夫婦芸をリリースする。冬そして夫婦芸ギター伴奏にはギタリストである、木村義雄が担当。当楽曲の作詞家の鳥居ミノルによる、鳥井実演歌劇場を演歌旅一座の一員として、北海道を中心に、 トリーミノル旅一座メンバーとキャンペーンに同行した。乱れ三味線、冬そして夫婦ゲで初のヒット奨励賞を受賞し、キングレコードより表彰を受ける。1991年後の恩師となる作曲家、遠藤ミノルとの出会いにより、芸名を進化化と改名。この進化化という芸名は、遠藤ミノルに名付けられ。 遠藤実氏によると、寝てる時に突然舞い降りたと後に語っている。名前の由来は歌の花として、ぐんぐん伸びてゆけとの意味合いが込められている。遠藤実のるの文化生となることで、レコード会社をキングレコードからトーラスレコードに移籍し、第3弾、シングル、兄貴、情け酒をリリースする。当楽曲は、ミノルフォンレコードを失った、当時の心情を綴った。 遠藤みのるの実体験がベースとなっており、作詞自身も遠藤みのる本人によるもの、当楽曲により全国発売に移行。大阪を拠点とし、テレビラジオ、雑誌やキャンペーンなど活動した。ちなみに兄貴を歌う時のいでたちは、遠藤みのるのアイデアで宝塚の断層の霊人がモチーフとなっており、常にスーツ姿に帽子というスタイルで歌っていた。兄貴、 情け酒発売から4日後の1991年4月23日には、大森郵便局で初の1日郵便局長となる。進化化と改名後、実質初めての大々的な第3弾シングル、お披露目会となる。その後、兄貴、情け酒も順調に売り上げを伸ばすことにより、新人奨励賞を受賞し、トーラスレコードの受賞式に招待される。 1993年所属事務所をマイルストーンに移籍する。イベントにてマリリン・モンローを扮するマリリン・モリタというキャラクターが生まれ、それに伴い芸名をモリタ・ユウコに改名する。1994年、モリタ・ユウコと改名し、同時にレコード会社を東芝 EMI に移籍し、第4弾シングル、ぬくもり、危ない予感をリリース。 その後、芸能界の活動を一時休止する。約20年の時を経て、芸能界に復帰する。リブラレコードからシングル、いつもそばに、危険な関係をリリースし、再デビューを果たす。カップリングにあたる、危険な関係は、原大輔とのデュエット曲となる。2015年レコード会社を正式に、ホリデージャパンに移籍し、いつもそばに、危険な関係の全国版をリリースする。 2019年第一交渉のカラオケシステム、ラムにて、兄貴と情け酒が28年の時を経て、カラオケ配信される。2020年芸名を、進化化と、再び解明する。最新優先ヒット91発売日、1991年3月27日、レーベル、トーラスレコード企画、CD、CT シナ版。 タートルマイナス -23371988 年、乱れシャミセン、冬そして夫婦家1991年兄貴、情け酒け。ありがとうございます。